はい、こんにちは、つっちーです。今日はですね、こちらも F55 で、エアコンフィルターの交換の仕方をご紹介したいと思います。エアコンフィルターを交換する場合、ホースが一つだけ必要になります。それがこちらです。出るかな、トルクスの20ですね。はい、こちらがノコグだけちょっと必要になります。でトルクスの20は、ミニの、内装結構この20なんで、まあ1個あると便利なドライバーです。早速交換の作業を進めていきたいと思います。はい、早速作業を進めていきます。でエアコンのフィルター、F555657、あとは54クラブマンとクロスオーバーと一緒ですね、は運転席の足元になりますので、まあ、そちらで作業になります。はい、でエアコンのフィルターは運転席足元、このフットレストの裏はこの部分ですね、この裏になります。なんでこのパネルを取り外します。で取り外す場合はこの穴の奥に先ほどのトルクス20がいますので、そちらを外します。トルクスの20ですね。で奥側が引っかかってて手前がクリップなんで手前側を引きます。そうするとこんな感じで外れます。でライトパッケージの車は足元の緩みがついてるんで、コネクタを引っこ抜いておいた方が作業が楽ちんです。エアコンフィルターがこの奥ですね。この中になります。で開ける場合はここですね。手前に引いてもらえば蓋が開きます。なんかめちゃくちゃ分かりづらいところになってますね。取っちゃってもいいです。するとフィルターが出てきます。こんな感じです。で F のフィルターは2つ開きます。こんな感じです。こんな感じで縦に重ねて入ってる感じですね。なんで上を先に取って下のものを持ち上げてまた上から出すって感じです。でこれを交換していきます。はい、でこちらが取り外したフィルターと交換予定の新しいフィルターです。で取り外したフィルターはしまっています。でこちらの新しいものに交換していきます。で新しいものに交換する場合の注意点なんですけれども、まあ、純正もそうなんですけれども、フィルター方向があります。なんで矢印の方向に合うようにしている感じですね。交換するものも方向があります。でエンジンルーム側から入って、まあ、車内に入るんで、エンジンルーム側からエアが入って車内に抜ける矢印の方向で組み付けます。であと F の場合の注意点なんですけれども、エアコンのこのフィルターが収まる部分ですね、ここの構造上結露した水が下に溜まるそうです。でそれをフィルターが吸って、まあ、カビが生えたりだとかで、まあ、エアコンの、異臭ですね、はい、の原因になることがあるそうです。なんで、新しく取り付けるフィルターは、ちょっと手を加えます。
でちょっとその加工の内容に関してはちょっと動画ではご紹介できないんですけれども、各ディーラーでも同じような対策をして取り付けてるそうです。なので一応うちの方でも同じように、ちょっとフィルターに一手間加えて取り付けっていうのをさせていただいてます。でそれをすることによって、まあ、その結露した水と接触しにくくなって、まあ、異臭を抑えることができるようになってます。はい、でフィルターを早速取り付けていきます。新しいフィルターを矢印の方向を確認してもらって、この穴ですねから入れます。で一つ目がこの下に収まります。でその上にこちらも矢印確認してもらって入れます。で2つ収まるとこんな感じです。はい、であとは蓋を戻していく感じですね。で奥側がこんな感じで、ここがちょうどここですね、引っかかって手前のこの爪がパチッとはまる感じなんで、あとはパネルを元に戻しておしまいになります。はい、いかがだったでしょうか。エアコンフィルターは1年に1回もしくは1万キロに1回が、推奨の交換サイクルになります。4月5月は特に花粉や PM2.5 黄砂なんかで、まあ、フィルターが汚れやすい季節です。消耗品なんで、まあ、早いサイクルでの交換がおすすめです。ぜひお問い合わせください。土地がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。